おはようございます、今日の話は本音が丸見え60の心理術という、田子明さんの本の中から面白さを見つけそれを楽しむという話です。人は個性の強い人に憧れを持ちます。世の中を楽しそうに歌っているなと思う人はみんなそれなりの個性を持っています。それに比べ自分はと我が身を振り返れば際立った個性はないなとため息が出ます。そんな人が多いんではないんでしょうか。10杯ひとくらげのようにまとめて言われてしまうという人もいます。別に個性がなくてもでもいい人にはなれますね。で、人畜無害というレッテルを貼って、生きているようなものだと自重気味に言う人もいます。しかしですね、世の中を面白くしているのは個性的な生き方をしている人ではないんですね。一握りのそういう人たちは言ってみれば料理のスパイスのような存在だからただ目立っているだけなんです。世の中を面白くしているのはいい人だねとひとまとめにされてしまうようなごく普通の人たちです。おそらく私もその一人でしょうということを言ってます。小林正観さんは主食は味が薄いという話をしています。日本の主食は何でしょう。日本の主食は米、西洋の主食はパンですね。ではお米とパンに共通していることは何かと、それは無味無臭であるということ。例えばステーキはいろんなお店でシェフが独特な味を付けをしています。しかし美味しいものが月に30日出てきて、そのステーキがですね主食になりうるかというとなりません。主食の味が薄いとですね、周りのおかずはどんな味でも引き立つんですね。そしていい味のものには周りにたくさん、美味しいものが集まってくると。このことから人が集まるところで中心にいる人はどのように生きればよいかということが見えてきます。実は中心にいる人はいかに味が薄くなるかということが重要だ。これが分かってくるととても面白くなります。たくさんの人に囲まれてグループの中心に存在する人がすごく個性的で自己主張していることがあります。このような自己主張の強い人の周りに集まってくるのは味が薄い人が多くなってしまいます。味の濃い人はそばにいるだけでですね、いることが許されません。そういう人の周りではですね、あなたは味が濃すぎると中心にいる人から切られてしまうんです。そして、結局はですね、じゃあどうすればいいか、淡々と生きることがいいと、こういう生き方をすべきだと大声で言い始めると周りが息苦しくなります。情報を伝えてもいいんですが淡々と生きていくということ。で、毎日の食事がですね三つ星レストランの料理だとしたら、最初は美味しくて感動してもですね3日もすれば飽きてしまいます。で、人生もこれと同じでですね、毎日が波乱万丈で刺激のある日々なら多くの人はストレスにあれ半年もしないうちに病気になってします。淡々とした平々凡々とした日々がありがたいということ。じゃあ今日これ。